コカは、中華人民共和国上海州生まれの中国人俳優で歌手。2005年上海儀劇学院卒。数多くのドラマを出演し、代表作は、千見期キャンデンシリーズ、偽装者、老房キ麒麟の祭子、風雲を越すがある。2005年に出演した、千見期キャンデンシリーズで一気にブレイクして、人気俳優になったが、千見期キャンデンは、 ゲームをベースに作られたドラマのため、その時期の主のファン層は、中高学生に限られていた。2006年に重大な交通事故を経験し、右目と右顔に100針以上を縫う、大怪我を負った。当時撮影中のドラマ、社営幽伝、審判がこの事故のため、撮影を1年間止められた。2010年から多様な役を挑戦し、ドラマに限らず、舞台も多く主演した。 2015年放送の偽装者、老婆麒麟の祭祀、風雲を越すの大ブレイクのおかげで俳優としての実力が広く認められ、ファン層も全世代に広がるようになった。2016年から仕事を控え、久しぶりに自分自身としての生活を過ごせるようになった。2018年に初めて映画を主演することを果たした。1982年9月20日に、 中国上海市女菊に生まれ、父は労働者で、母は病気のために、早年退職し、裕福な家庭ではなかった。母は、子カが6歳の時に乳がんと診断され、30年ぐらいの闘病生活を続いた末、2019年に亡くなった。一人っ子である。幼少期は性格が内面的であった。両親は、子カが将来社会に溶け込めないことを心配し、 自動劇団などをコカに勧めた。何度も落選したこともあったが、1989年、コカが、上海テレビ局小生芸術団に選ばれた。それはコカにとって、初めての舞台だった。中学校や高校時代のコカが、学校や区の行事を多く参加し、同時に上海テレビ局と、東方放送局で、少年番組の司会者をしていた。また、同時期、国家が、 CM のモデルにも起用され始めた。CM の撮影中徐々に CM のアイデアや撮影に興味を持つようになり、将来 CM 業界で働きたいと考えるようになる。この志を知る友達の勧めで中央儀劇学院を受験し、監督学部全国2位で合格した。同時に上海義劇学院の演技部を全国3位の成績で合格した。 同時のコカがすでに上海の CM 業界にある程度の知名度があったので、上海に残るなら学費や生活費の心配がないが、北京における中央義劇学院に行けば経済的な負担が重くなるため、地元の上海義劇学院に進学した。2002年大学在学中だったコカは、友人からメディア会社の当人化消しを進められ、 ドラマの吹き替えを務めた後、会社と契約した。上海義劇学院を卒業した頃に、時代物の,の TV シリーズに出演し、中国や台湾で一役アイドルスターとなった。2005年に主演した千見機キャンデンは、同名の武教 PC ゲームを元としたドラマで、この李想用の役と他の TV ドラマ主演によって、彼はいくつかの舞台芸術賞を受賞した。 2006年8月29日版、撮影現場から上海に帰る途中、小食高速航路加工団に交通事故が起こった。同乗の助手は死去し、国家自身は重傷を負って一命を取り留めたが、2日完全心麻酔の手術がされた。その後、香港や韓国で治療していた。1年後復帰した。2008年、事故のため中断していた TV ドラマ、社営友電。 審判の撮影を終え、先見機キャンデンさん、ジャッキー・チェンがプロデュースしたザ・ミス神話に出演し、復活を印象付けた。顔の傷跡は、コカを人気アイドル俳優から演技派俳優へと転換させる動機となり、2010年以降は2枚目、主役を避けて演じ、役者としての多様性を模索するようになった。映画、バタフライ・ラバーズでは仇役を選び、内鼓へ川監督の舞台。 ジョムの夢では5月病の患者ナンバー5役を演じて1年間舞台に出演した。この演技で第2回北京ダニー国際舞台芸術賞の最優秀俳優賞を受賞した。2012年の刷新3プラス7に出演時は上司の光の撮影チームに脚本家としても参加し、県園県では一人に役やプロデューサーを兼務するなど意欲を見せた。 2015年、スパイ小説、朝鮮上海などが、原作の TV ドラマ、偽装者に出演後、老房キリンの祭祀、風雲を起こすの梅蝶、イける役を主演した。話が進むにつれ、ドラマが話題となり作品は大ヒットとなった。老婆放送後、コカが助演した、風中の縁の再放送が始まったため、2015年はコカフィーバーとなった。老婆は、 同年のメディア映像賞を総なめし、コカは国内 TV シリーズの最優秀主演団優勝、ゴールデンイーグル賞やマグノリア賞、i t e t v m o v i e Awards の俳優賞など多数受賞した。同年、福岡で開催された第10回アジアドラマカンファレンスイン九州で風中の縁の演技により特別貢献賞を受賞した。2016年よりテレビ出演を控え、 2017年3月に渡米後、7月まで AAU で語学を学び、その後ニューヨーク大学で映画について学んだ。人気絶頂時にキャリアを止めるのは演技をより深めるため、別の人生を体験することだと彼はインタビューで答えている。しかし出発前に情報が漏れたため国内メディアや在米ファンの間で大騒動となり、願ったような 平静な日常を得られぬまま一年の滞在を終えて帰国した。帰国後は現在に至るまでメイン活動の場を映画に移した。コカはジャッキー・チェン作品にたびたび出演していたが、近年は岩井俊二監督の映画チーファの手紙やディアウィーナン監督のガチョーコの夜など個性的な監督作品の中でこれまでとは違う役柄に挑戦し、 俳優としての新境地を見せた。2019年ナインティ1 9のパンデミックにより、主演映画トナカイの撮影が1年中断され、完成したシーンの多くが再撮影となった。2020年ウォンカー・ウアイが監督した時代劇ハンカに主演し、テレビドラマに戻ることを発表した。2009年10月、彼は次長。 幸福的ジュアラじゃからのすべての使用料と彼自身の報酬を事前団体であるオペレーションラーサリーに寄付し、事故で亡くなった彼の助手で親友だった長弁さんの名で、雲南省一神に四冠村に希望小学校を寄贈した。コカとファンは現在もこの小学校に寄付を続けている。このほか、四川省のグリーンリバー NGO の生態環境保護プロジェクトや、 長江の源流の環境保護活動などの他の事前活動にも定期的に関わっている。2016年に上海の観光大使、ビジット・ベリテンの中国親善大使に任命された。アルバムシングルこの本は自動車事故の後に書かれた治療中の子家の精神的な旅を綴った内容で2007年6月にヤイエーリー・パブリッシング・ハウスから出版された。 交通事故で人生とキャリアが砕かれ、そのかけらを拾う行為に似た、回復の過程で多くの人の世話になったことから署名を、幸福的獣ジャと名付けた。序文、日常の不幸、弁んの記憶、過去を探る、竜安加盟、友達、鏡の六部構成で、国家自身の手記や友人たちが彼に当てた、メッセージなどを収録している。 この本の収益はすべてチャリティ活動に寄付される。ウィキメディアコモンズには国家に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。